会へ小峰さんに来ていただきました。はい、お願いします。お願いします。詳しいね、紹介動画とかはちょっと順番どうなってるか分かんないですけれども、翔平さんとトーク動画だったので、はい、順番はどうか分かりませんがロンティーは、してるので、そうですね、まあ本当にすごい方なので、いやいやいや、あの詳しくはね、そちらの動画もう出てたらそっちもチェック、出てなかったら後日出るのでそちらの動画のチェックもお願いします。お願いします。はい、じゃあね、今回はねグローブ紹介なので、はい、まずじゃあちょっと1個目見せてもらっていいですか。はい、お願いします。やばいんだって、やばいんだってアンダーアーマーですよこれ。しかもユナイテッドアメリカ、アメリカ UA、 はい、 UA モデル、やばいですねこれ。じゃあ公式用ですね。公式です、はい。まあ、だから もちろん公式ですもんね。そう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 、はい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 。こんなラベルは見たことがないマークがでかすぎる。そうなんですよ、一目惚れしちゃったんで。あ、ユナイテッドアメリカじゃなくてアンダーアーマーか。いや、 UA モデルっつってたんで、あれかな、もうアメリカモデル、アンダーアーマーなのかな。アンダーアーマーっぽいな。あんまちゃんと聞いてねえなあ、でも USA ですもんね。そうですね、そうです、ユナイテッドステーツアメリカですもんね。だからちょっと違うかそうか、はいはい、ちょっとじゃあ聞いていきたいんですけど、はい、まあ、カラーリングがキャメル、はい、とネイビーですね、はい、で H ウェブなんですけど、 H ウェブにアンダーアーマーの刺繍が入ってるプラス、はい、ここがちょっと違うんですよね。あのオール紐で閉じられているような感じとなっていて、うん、でこれ補給面はまあアメリカっぽいですね。シングルで、あ、ここがダブルじゃなくてシングルになってて、結構、人差し指下で補給してる感じですかね、はい、そうですね。これは5本指で、ね、5本指もいけるし小指もいけるんです今流行りの、はいはいはい、僕5本指派なんで5本で使ってるんですけど、ちょっとやっぱり重めっすね。そうですね、大きいし重めっすね。うん、結構硬い。そしてそうですね、しっかりしてる。これ買ってどのくらいですか。買ってまだ半年経ってないぐらいですね、はいはい、最近買っちゃいました。一目惚れで、一目惚れで、やばいですね、はい、どちらで買われたんですか。これは飯能の駅前にあるスポーツショップモストさん。モストさん、はい、はいはいはい、昔からお世話になってるんで、はい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 、売ってるんだモストさんで US。 そう、一つだけね、なんか店長さんがアメリカに行って、店長さんが一目惚れして買ってきて置いてあるのを僕が一目惚れしたっていう。なるほど、そりゃ一目惚れするわ、はい、11の2分の1っていうのはインチなのかな。なんだと思いますよ、細かいこと聞かずに買っちゃってるんですけど、多分インチかな、うん、11の2分の1っていうのをここに刻印が入ってるんで、もしかしたらインチかもしれない、はい、こだわりとかってありますか。なんて言うでしょう、まず一つは僕手がねやっぱ大きいんでなかなか入んなかったんですよ。ちょっとしっかり入れたいっていうのがあるんで、はいはいはい、まずこれが入るっていうところ、うん、手が隠れる、しっかり隠れるっていうところもあるし、はいはい、ちょっと斜めっぽい感じ、こっち側がで指導で、これそれができるっていうのが素晴らしいんですよ、はいはいはい、手にしっくりきたんでそこが好きっす、まあ、気に入ってるところ、見た目の一目惚れと、はい、まあ、機能面でのそうですね、はめてみてのそのガッチがあって、もうフィーリング合っちゃいました。まあグローブってそうですからね。そうですね、欲しいと思ったのを買えばって、はい、いやもうめちゃくちゃここであのアメリカ観光ができると思わなかったんでありがとうございます。じゃあもう一個ありますよね、はいはい、これがちょっとすごい年季の入った、そうそう、ランバートミズノじゃないですか。そうなんですよ、古いやつで、うわ、すごい縫われてる、見えるかな、ここがすごい縫われてるんですよ、うん、めちゃくちゃ年季入ってます、ね、年季入ってます。これは大学の時のオーダー。そうです、これはねちょっといろいろあったんですけど、大学生の時に僕もともとファーストで、はい、サードになって使ってたグローブが大会前に壊れちゃったんですよ。おで、その時後輩にグローブいっぱい持ってる後輩に頼む、一つ譲ってくれと。あ、なるほど、じゃあご自身で作られたものではなく。ではないんですよ、けどそこからもずっと社会人でも使わせていただいたんで、へー、10年ぐらいずっとこのグローブで来ましたね。すごいなこれ、はい、あ、閉じ方が順巻きと逆巻きがはいはいはい、うわこれはこだわってるな。これご自身でちょっともうなってたの。ここはもうあの最初からそうなってたんですよ、はい、これ手のひら補給がすごいんですよね、中心での補給が、うん、マジでポケットが、はい、中心がすっごい汚れてるっていう補給跡がすごいので、これ上手い人のグラブ。いやいやいや、まあ、めちゃめちゃ手に馴染んでますよこれは。そうですよね、はい、じゃああれですか、逆に言うと型番とかはむしろ分かんないんですよね。もう分かんないですよこれは。それそうですね、ご自身じゃないですか。そうそう、これちなみに一番手に馴染んでるポイントとかってあります。ポイントって言うとそうだな、難しいんですけど、はい、これは逆に僕さっきのグローブは奥まで入れたいって言ってたんですけど、これ入れると浅めなんですよ。そうですよね、だってここで取ってますからね。そうそうそう、で、まあ、深くも深い取り方、まあ、サードがメインだったんでこう、はい、がっちり取ることもできるし、こう素早く送球するときとかはこう浅めにこう処理することもできるっていう、はい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 、そういうのが使い分けられるようになったんで、
かなり、うん、はい、そうそう、ここもすごい押されてるので、はい、多分どっちでもいけるんだろう。ここがすごい柔らかいグローブって深くも浅くもできます、ね、そうなんですよ。これはいいですね、なかなか使いやすいです。じゃあ後輩さんに感謝っ す、ね、本当に、はいはいはい、本当にそうっす。いや、これは渋いな。多分元がレッドオレンジなんですよね。そうそう、レッドオレンジに黒、はい、なんですけど、これウェブはウェブは後からですね。あ、ですよね、うん、いやすごい年季が入って、いや、めっちゃかっこいいです。いや、ありがとうございます。あー、出会えてよかった。いやいやいや、入れてここで使い込んでる水のプロも、うん、なかなかなかないですね。いや、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。いや、もうあの2つもね、はい、とても1個はまあまあ見ない、そうですね、まあ見ないグローブですし、まあ、こっちはこっちでね、はい、ある意味もう使い込みすぎてて、しかもランバード見るとまあ見ないグローブではあるので、はい、プレー以外でもあのビッグなところ見せてもらいたい。いやいや、ありがとうございます。すいません、すいません、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、本日は、翔平 TV 練習会参加していただいた方と、今回はとんでもないグローブ、高級品だったりとか、こうやってね思い入れのあるすごい、まあ、高級品プラスすごいグローブもたくさん出てきたので、皆さんいいなと思ったらぜひコメントね、グッドボタンよろしくお願いいたします。はい、ということでね、今回の関連の動画はいろいろ上がってくるので、そちらの方のチェックもよろしくお願いいたします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。よーし、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 翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。